えー、皆さん、こんにちは。えー、横浜国立大学、法、え、上、ー、な社会研究センターのセンター長の細田明です。えー、とこの動画では、法上な社会研究センターの中の、えー、元気なインフラ研究所のコンソーシアムを設立しましたので、えー、そのお伺いをさせていただきます。で、えー、あれ。はい。 北場の社会研究センターというものをできまして、えっと、その中に元気なインフラ研究所、3つの研究所のうちの1つが設置されています。でえー、と私自身あの、コンクリートのインフラを中心に、えー、長持ちするためのコンクリート構造物の作り方、超寿命化ですね、それを、えー、山口システムに始まり、 東北の復興道路、それから全国展開とずっと続けてきました。これからも続けます。それから、えっと劣化の始まった、えー、既存のインフラの維持管理、これはまあ、日本全国、まあこれが世界中で、えー、課題になっていきますけど、その維持管理をシステムとして良くしていく。 そこも、えっと、例えば自治体と連携したり、えー、JR とかネクスコとか首都高とかそういう発注者と勉強したり、これもまあ、私の生きてる限り続きます。それから、あ技術開発ですね。えっと、例えばここにある環境負荷低減のためのお材料技術開発。こういうのも、えっと、いろんな仲間とお実践し、えっと、社会実装、まあ、えっと、販売とやってきてます。このような、えっと、 元気なインフラのためのもの、元気なインフラに支えられた社会が生き生きとするための、えっと、技術、研究、システム改善、この辺をみんなで勉強していくというコンソーシアムです。えっと、ですので、えっと、私が得意なのはコンクリートですけども、えっと、この元気なインフラ研究所にはさまざまな研究者がいますので、えー、対象もさまざまなインフラ。 だから構成材料も私の得意なコンクリート以外もメタルとか地盤などこの辺はコンソーシアムが発展していけばですねいろんな方がこう集える広い器というのを用意しているつもりですでコンソーシアムに入っていただければ当然情報が共有されセミナーも開催しますし必要に応じて技術コンサルティングとか共同研究などは別途そういう仲間が集まって 契約、えー、を結んだり、えーまあ、携帯はご相談ですけど、それからあ講師を派遣するだとか、まあ、そういうこともこれまで大学って結構敷居が高いので、えー、思われてたと思いますが、えー、こういうことをどんどん展開し,していきたいと思っていますで。いろんなプレイヤーがここに示すいろんな方々がこう入ってくると思いますので、えっと、まずはあ小さく立ち上げて大きく育てていこうと思っています。でえっと 規約は、あの、こういうものがありますので、えっと、えっと、勧誘する場合はあ、お送りしますので、見てみてください。で、えっと、申し込み書、この1枚ものの申し込み書、もう飽きてやめたいという人は大会の届けもついてますが、この、えっと、申し込み書を1枚、えっと、記入して出していただければ、えっと、今年度、えっと、立,ち上が立ち上がったばっかですけど、今年度は会費なし。 来年度以降は1年間5万円という所属期間ごとの会費になりますけども皆さんにメリットが出るようにいろいろ工夫してやるべき研究を徹底的にやっていくという組織になりますチームになりますけどもご興味あれば入っていただければと思いますという感じですえお待ちしております以上です、えー